これくらいの依頼な、これ、それ、こ、それじゃ、出てきたな。くらえ。それ。全然勝負にならなかったわね。気づいてない。チャンスかも。えい。くらえ。それ。えっ、よかった、勝てた。それじゃあどこに行こうか。いくつ作ろうかな。いらっしゃ、少し仕事が、これ今か、これそれ、これそれじゃ、
ーれ。どうしよう。ご苦労。それと、よっ。Thank you.
作ろうかな。それと、よっ、そ、よっ、それじゃ、もっと元気出して。やっぱり金たまんなかったな、うん、はあ、結構頑張ったんだけどな。次まで待つしかないのかな。だから次がいつになるのかわからねえんだって。そっか、そうだったね、はあ、あーもうこういう雰囲気苦手なんだけどな。とにかく今日は帰って休みなさい。
ここでうじうじしてたって仕方ないし、何かいいことあるかもしれないわよね。そうだな、どうせも何もする気起きねえし。手間のかかる。でもまあれだけ落ち込むくらい本気だったってことよね。あとはうまくやんなさいよ、ゼゼ。ただいま。あら、今日はトトリちゃんの方が早かったのね。どうしたの？元気ないわね。メルビーから聞いたわよ。冒険者になれなかったのがそんなに悲しい？別に今回ダメだったからって一生なれないわけじゃないのよ。だってすごく頑張ったの。私もジーノ君も。でも、もうすぐ泣くんだから。そんな泣き虫さんが冒険者になれるのかしら？泣いてないもん。しょうがないんだから。はい、これ。ん？お金？行ってらっしゃい。ただし冒険者の免許をもらったらすぐ帰ってくるのよ。あ、いいの？私はまだ反対なんだけどね。メルビーが行かせてやればっていうの。あの二人なら多分大丈夫だからって。それにトトリちゃんがずっとそんな調子じゃ私も嫌だし。ありがとう、お姉ちゃん。でも、なに？これじゃあまだ馬車のお金全然足りないかも。え？そんなはずないわ。ちゃんと馬車の料金往復2人分入れといたわよ。だってジーノ君が10万コールかかるって言ってたし。10万？そんな無茶な金額。きっとペーター君に担がれたんだね。お父さん、いつからそこに？いつからも何も、セツィと一緒に帰ってきたんだが。そうだったの、全然気がつかなかった。それより、担がれたってどういうこと？あの子はサボり癖がひどくてね。仕事をしたくないときはいつも無茶苦茶な金額を言うんだよ。村の人間は大抵知ってることなんだが。そうだったの？ひどいよ、私本気で落ち込んでたのに。ふう、昔からそういうとこは変わってないのね、ペーター君。でもそれだったらお姉ちゃんにお金もらわなくても大丈夫かも。いいわよ、使ってちょうだい。冒険者になれば必要なものもいろいろあるでしょうし。でもだからって無駄遣いはしちゃダメよ。それとくれぐれも気をつけてね。さて、それじゃあすぐ夕飯にするから今日は早めに休みなさい。あ、その前にジーノ君にも教えてあげなきゃ。ちょっと行ってくる。すっかり元気になっちゃって。元気なんだから。いいんじゃないか、落ち込んでいるよりずっとあの子らしい。そうだけど本当に良かったのかしら。落ち込んだままでも冒険者なんかにならないでずっと家にいてくれた方が。大丈夫だよ、あいつと同じようなことにはならないさ、きっと。
そうかそうか、お前ら本気で信じてたのか。笑い事じゃねえよ。そうだよ、ひどいひどい。悪い悪い、あんまりジーノがしつこかったもんだからさ。それにセツイさんもお前がアーランド行くのを反対してたみたいだし。だからってあんな嘘つかなくてもいいのに。でも俺の嘘のおかげで結果的にセツイさんにちゃんと許してもらえたんだろ。むしろ感謝してほしいくらいだな。そうだけど、なんか納得いかない。もういいや、それより早く出発しようぜ。そう慌てんなって、長旅になるんだからもう少しゆっくりしてから。トトリちゃん、ジーノくん。セツイさん。ああ、せっかくの見送りを邪魔しちゃ悪いよな。俺、向こうに行ってるから。やっぱりヘタレだな。だね。よかった、間に合って。これ、お弁当。ちゃんと3人で仲良く食べるのよ。うん、ありがとう。さて、私はあいつに釘刺しておこうかな。ちょっとペーター。あ、なんだよ、こっち来んなよ。ちゃんと二人を送り届けるのよ。何かあったら承知しないから。大丈夫だよ、俺の馬車に何かなんて起きるはずないからな。不安だわ、不安すぎる。やっぱり私も一緒に行こうかしら。ああ、来るな。お前は絶対に来るな。あの二人は相変わらず仲がいいみたいね。仲がいいって言うのかな。気をつけて行ってくるんだよ。ジーノ君、トトリのことよろしく頼むよ。ああ、任せといてくれよ。ちょっと真面目に聞きなさいよ。だいたいあんたは昔から。ああ、しつこいな。おい、もう出すぞ、早く乗れ。うん、それじゃあ行ってくるね。え、行ってらっしゃい。変なものを食べちゃダメよ。あと町についても知らない人について行ったりしたら。もう子供扱いしないでよ。それじゃあ行ってきます。しばらくは静かになるわね。寂しそうな顔するんじゃないの。すぐ戻ってくるんだから。そうね、すぐ戻ってくるわよね。おお、思ったより早いんだな、馬車って。うん、それにすごく揺れる。ねえねえ、アーランドまで何日かかるって言ってたっけ。確か何週間かかかるんじゃなかったかな。そっか、結構長いね。でも歩いたらもっと長いしな。やばいモンスターもうじゃうじゃいるらしいし。そうなんだ。アーランドに着いたら冒険者になれるんだよね、私たち。先生にも会えるかもしれないし、楽しみ。ああ、念願の冒険者だ。ああ、待ちきれねえぜ。もっと早く走んないのか、この馬車。飽きてきた。気持ち悪い。いつまで酔ってんだよ。いい加減慣れろよな。そんなこと言ったって。
こんなにつまんねえんだったら歩いた方が良かったかも。でも歩くと危ないって。私も帰りは歩きたいかも。あと丸一日ってとこだ。もうちょっと我慢しろ。あと一日か。あーようやくだな。ってだいぶぐったりしてんな。大丈夫か。もうダメかも。冒険者になるのがこんなに辛いなんて。まだ馬車に乗っただけじゃねえか。うわー入った。おい、なんで急に止まるんだよ。やばい、やばいのが出た。やばいって何が。うわぁ、なに、なんなの。モンスターだよ、こんなでっかいやつ。やばい、マジでやばい。うわぁ、なんかメキメキいってる。このままじゃ馬車ごと潰されちまうぞ。どうすんだよ。知らねえよ、あんなモンスターが出たの初めてだし。あーもう、やっぱり頼りにならねえな。あー、どうしよう、どうしよう。落ち着けよ。こうなったら俺たちでやっつけるしかねえ。やっつける。無理だよ、絶対勝てないよ。無理でも何でもやるしかねえだろ。ほら行くぞ。どっからでもかかってこい。ああやだ。あれ、何にもいない。無事か。すげー、モンスター倒れてる。ああ、なんだか怖そうな人。怖そう。やだ、聞こえちゃった。おっさん一人で倒したのか。おっさん、まあ、何言ってるの。ジーノ君、いや助かりましたよ。なんとお礼を申し上げていいのやら。騎士として当然のことをしたまでだ。しかしアーランドの間近にこのようなモンスターが出没するとはな。ええ、びっくりですよ。結構長いことこの仕事してますけど、こんなことは初めてで。そうか、報告は私の方でしておこう。君たちも急いで町に入った方がいい。おい、無視すんなよ、おっさんってば。ジーノ君ってば、睨まれてる。めちゃくちゃ睨まれてるから。では。あ、行っちまった。でもかっこよかったな、あれぞ冒険者って感じ。怖かった。モンスターよりも怖かったかも。よし、決めた。俺、あのおっさんみたいな冒険者になる。ああ、なんとか馬車も動きそうだし、こんな物騒なとこ、とっとと通り過ぎちまおう。全然違うな。見て見て、地面とか全部石だよ。歩きやすい。家もでけえな。どうやって作るんだ。あんまりキョロキョロすんなよ。田舎も丸出しだぞ。さてと、明日の夕方には帰りの馬車を出すからな。それまでに用事を済ませてこいよ。
の夕方か。あんまり時間ないな。早く免許もらいに行こうぜ。うん、免許ってどこでもらえるの？どこってそりゃ、あれ、どこでもらえるんだ？え、知らないの？アーランドに来ればもらえると思ってたからな。ま、大丈夫だろ。その辺の人に聞きゃわかんだろうし。とりあえず適当に歩き回ってみようぜ。ちょっとすごい不安になってきた。驚かせちゃったかしら。いえ、こっちこそ驚いちゃってごめんなさい。美人な人だな。ティファナさんだ。ティファナさんが出てきたぞ。よかった、今日はお目にかかれないかと思ったぜ。あの女の子のおかげだな。女の子、グッジョブ。気にしなくていいわ、いつものことだから。はじめましてよね。私はティファナ、よろしくね。あ、私はトトリです。よろしくお願いします。トトリちゃん。ああ、それじゃああなたがロロナちゃんのお弟子さんなのね。先生のこと知ってるんですか？ええ、ロロナちゃんはうちのお得意様なの。前に来た時にすごく可愛いお弟子さんができたって。かわいい？そんなことは。おい、トトリー。ジーノ君、もういいの？やっぱり俺が買うようなものなかった。あのおっちゃんたち、変に盛り上がっててうるさいしさ。もう行こうぜ。冒険者の資格もらいに行かないと。あ、そうだったね。すみません、これで失礼します。いいえ、忙しいのにこっちこそごめんなさい。また時間があるときに来てくれると嬉しいわ。はい、それじゃあ。錬金術のか？うん、ほら、ロロナのアトリエって書いてある。先生、先生、いない。なんか紙が貼ってあるぞ。また師匠が逃げ出しました。すぐ見つけて連れ戻しますので、見かけた方はすごく注意してください。だってさ、
しぶりに会えるかと思ったの。ここ何のお店かな。入ってみりゃ分かるだろう。そうだね、お邪魔します。お？どうしたんだよ、早く入ろうぜ。あ、いや、そのなんかすごいのがいた。すごいの？何わけわかんないこと言ってんだよ、もうどけって。待って、いらっしゃい。武器がいっぱい。おお坊主、俺の武器の良さが分かるた。なかなか見る目があるじゃないか。あの、さっきここにもう一人誰かいませんでしたか。あ、何言ってやがる、ずっと俺一人だったぜ。でも確かにこうもじゃもじゃってした人が。バカ言っちゃいけねえよ、ほれ俺はこの通りツルツルだぜ。ですよね、見間違いだったの。ジョーちゃんたちこの辺じゃ見ねえ顔だな。よそから来たのか。アランヤ村から来たんだよ、冒険者になりにさ。おお、冒険者か、まだ若えのに関心だな。俺はハゲルってんだ、冒険者になるならうちの武器はどいつもおすすめだぜ。今ぴったりな名前だなとか考えてたの。え、いや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 、そんなことは決して。いいってことよ、自分でもよくわかってるからよ。 すみません、見た目は怖いけど優しい人なのかな。しかしよ、冒険者になりたいならこんなとこで時間つぶしちゃまずいだろう。そろそろ城の受付も閉まる時間だぜ。よくわからなくて。そんなことも知らねえで来たのか。おいおい、先行き不安だな。この店を出て左手にとにかくずっと歩いてきゃ受付に着くからよ。ありがとうございます。いいから早く行けよ、立派な冒険者になったらうちの店をひいきにしてくれよ。はい、行こう。ジーノ君、もうちょっと見せてくれよ。いいな、こんなでっけえ武器。もう時間がないんだってば。それじゃ失礼します。うん、頑張れよ。なんつうか危なっかしくてほっとけない嬢ちゃんだな。何年か前の誰かさんを思い出すぜ。馬車に乗ってる間ろくなもん食えなかったし。でもあんまり無駄遣いしちゃダメって言われてるし。無駄遣いするほど高いもんは置いてねえよ。安い早いうまいがうちのモットーだからな。あ、ごめんなさい、お店の人ですか。ああ、いくするってんだ、よろしくな。話聞いてたけど、お前ら馬車でアーランドに来たのか。子供扱いすんなよな、俺たちこう見えても冒険者なんだからな。まだなってないけどね、その冒険者の免許をもらいに来たんです。へえ、冒険者か。そうか、今は免許とかいろいろめんどくさいのがいるんだよな。昔は自由にあちこち出歩けたんだけど。よう、
し、今日は特別サービスだ。何でも好きなもん食ってっていいぜ。いいのか？兄ちゃん、いいやつだな。そんな、悪いですよ。お金なら。ガキが変な気を使うなよ。その代わり、冒険者になったら行く先々で宣伝しといてくれよ。アーランドに来たら、ぜひサンライズ食堂へってな。ああ、うまかったら宣伝してやるよ。でもまずかったらダメだからな。ちょっと、ジーノ君。生意気なガキだな。まあいいさ、どうせ俺の料理を食ったらそんなこと言えなくなるだろうからな。はあ、優しそうな人でよかった。もうあんまり失礼なこと言っちゃダメだよ。なんでだよ、当たり前のこと言っただけだろ。それはそうかもしれないけど、はあ、食べたらちゃんとお礼言うんだよ。母ちゃんみたいなこと言うなよ。タル。ここだよね、お城の受付って。ああ、いかにもって感じだな。長かったぜ。これで俺もいよいよ冒険者に。結局、どうやったら資格もらえるのかわからないまま来ちゃったけどね。今さら心配してもしょうがねえって。とにかく誰かに聞いてみようぜ。しつこい。やらないったらやらないっつってんでしょ。私じゃないよね。あっちだ。なんか人だかりができてるぞ。ほんとだ。うわ、ちっちゃい女の子が喧嘩してる。理由を言いなさい。なぜ私が冒険者の資格をもらえないのか。だからあんたみたいな生意気で礼儀知らずのガキにくれてやるものはないっつってんのよ。な礼儀知らずはあなたでしょ。シュバルツラング家の当主である私に対してよくもそんな。ほら、シュバルツラング家の方でしたの。私、フォイエルバッハ家の霊長でございますの。同じ貴族仲間ですわね。あなたみたいな金で仮名を買った成金貴族と一緒にしないで。くだらない。つまりは金で買える程度のものってことじゃない。それを傘に着て威張り散らして。あんた、自分がどれだけみっともないか分かってる？言わせておけば。もう、もう我慢の限界だわ。覚悟なさい。あら、口で負けたら武力行使？最近の貴族様は随分と野蛮なのね。なんですって？うわ、怖え。すげえ。チコ姉ちゃんの方が優勢かな。ジーノ君、あんまりジロジロ見ちゃダメだよ。いいじゃん、もっと近くで見ようぜ。ほら。うわ、引っ張らないで。うわ。あ、悪い。何よあんた。邪魔をする気ならあなたも容赦しないわよ。違うです。ここ転んじゃっただけで。あの、その私も冒険者の資格もらいに来てて、だから。あのね、少しは状況を見てもの。ん？あんた、その杖どうしたの？え？あ、これは先生からもらったもので。先生って、それロルマの杖じゃ。あ、もしかしてロルナが言ってた弟子って、あんたのこと？え？はい。ロルナ先生は、私の先生ですけど。それを先に言いなさいよ。へえ、あんたがロルナのね。ほら、こっち来なさい。冒険者の資格なんて、いくらでもあげるから。はあ、一つもらえればいいんですけど。ちょ、
そんな田舎臭い子にはあげられて、なんで私はダメなのよ。何よ、あんたまだいたの？いたわよ、いたに決まってんでしょ。あのね、この子は錬金術師なのよ。この国に3人しかいない貴重な貴重な錬金術師、お分かり？錬金術師？そうよ、しかもこの国を大きく発展させたかの有名なロロライナ・フリクセルの愛弟子。つまりはあの悪名高きアストリッド・ゼクセスの孫弟子なんだから。それでも文句あるわけ？はい。名前は？名前は何というの？トトリですけど。トトリね。その名前しかと覚えておくわ。なんで私が恨まれるみたいになってるの？まったく、自分で言うやつに限って肩書きに弱いのよね。ほら、資格を取りに来たんでしょ。ついてきて。おい、トトリ、お前だけずるいぞ。ごめん、あの、友達も一緒なんですけど。一緒でいいわよ、ほら、早く来なさい。紹介が遅れたわね。私はクーデリア。冒険者関係の手続きなんかは全部私がやってるの。これからよろしくね。はい、よろしくお願いします。あの、クーデリアさん、先生とお知り合いなんですか？まあね、ロナナとは腐れ縁っていうか、幼馴染っていうか、大親友っていうか、そんな感じなわけよ。はあ、よくわかんない。それでと、はい、冒険者免許2人分。これであんたたちも晴れて冒険者の仲間入りよ。おお、これが冒険者免許。やったー、ついに俺も冒険者だ。あの、こんなにあっさりもらっちゃっていいのいいの、冒険者なんてなりたいって言えば誰でもなれるんだから。そうなんだ。あれ、それじゃあさっきの女の子は？あれは論外。素直に頭下げてりゃこんなもんすぐあげるってのに。まあ、冒険者になるのは簡単だけど、一流の冒険者になれるかは本人の努力次第。わかってるよ。とにかくいろんなとこ冒険に行って強いモンスター倒しまくればいいんだろ。そこまで単純じゃないわよ。いいわ、一から説明してあげるから。これだけ教えておけば十分よね。ちゃんと理解できた？あ、はい、どうにか。ポイントがあったりなかったりして、それで更新は、まあ簡単に言えば、いろんなとこ冒険して、いろんな敵を倒して、依頼とか調合とかいっぱいやりなさいってこと。細かいことはやってるうちに覚えるから。なんだ、それじゃあ今までやってたこととあんま変わんねえってことか。そうだね。でも免許もらったし、これからはこれまで行けなかったとことかもっと遠くまで出かけられるんだよね。といけない、一つ重要なこと忘れてたわ。今渡した免許だけど、有効期限は今日から3年間だから、それだけは絶対忘れないで。3年間？それ過ぎたらどうなるんだ？あんたたちのランクがちゃんと上がってて、十分冒険者としてやっていけるって分かったら。じゃあランクが低かったら？その時は免許取り消し。そうなったらあんたたちは二度と冒険者になれないわ。そんな厳しくないですか？ちゃんと真面目に活動してればそこまで厳しい条件じゃないわよ。あんまりボンクラ冒険者が増えても困るし、これくらいの制限は必要なの。不安だな。何いきなり落ち込んでんだよ。
3年間頑張ればいいってだけだろ。さて、これで一通りは説明したわよね。あんたたち、しばらくこっちにいるの？いえ、明日には村に帰らないといけないんです。あら、ずいぶん慌ただしいのね。それじゃあロロナとも会えないじゃない。こいつったら、どこを突き歩いてんのか知らないけど、全然こっちに帰ってこないし。はい、昼間アトリエに寄ってみたんですけど、留守みたいで。そうだわ、どうせあんたたち宿なんて取ってないんでしょ。今夜はロナナのアトリエに泊まってきなさい。先生のアトリエに？いいんですか？いいのいいの、私の家でもいいんだけど、さっきのバカ娘のせいでまだ仕事が残ってるし。はい、これアトリエの鍵ね。ありがとうございます。どうしてクーデリアさんがアトリエの鍵を？それはほら、あの子うっかりしてるし、鍵なんて持ち歩いたらすぐなくしそうでしょ。だから私が預かってあげてるの。なるほど。って言ったら先生に悪いかな。おい、行くなら早く行こうぜ。また長いこと馬車なんだから。あ、待ってよ。それじゃ失礼します。うん、時間があったら明日見送りに行くから。ロロナの弟子ね。なんか納得だわ。私のアトリエはお姉ちゃんが掃除してくれるから。お、これ武器かな。こっちのはすげえ、多分爆弾だぜ。ダメだよ、勝手に触っちゃう。複雑そうだな。私もいつかこんなの作れるのかな。こっちも見てみようぜ、きっとまだまだ面白いものが。だから勝手に触っちゃダメだってば。なんだよ、お前だって楽しそうに見てたくせに。それは、それよりほら、早く寝よ。私もクタクタだし。でも、どうやって寝るんだ？どうやってって、ベッドで普通に。で、ソファーが一つあるだけだね。布団も見当たんねえし、こっちの部屋は、鍵かかってるな。先生、こんな部屋でどうやって生活してたんだろう。まあ、俺は床で適当に寝るし、トトリはソファー使えよ。いいの？ああ、なんか興奮しちゃって、しばらく寝れそうもねえし。壊さないようにね。それじゃあ、先に寝る。あ、なんか先生の匂いがするような。先生も、いつもここで寝てたのかな。会いたかったな。本当は真っ先に冒険者になりました。クーデリアさん、これありがとうございました。どういたしまして、ゆっくり休めた？
床で寝たから体中あちこち痛い。私もソファーで寝たの初めてだし。あ、そういやあのアトリエそうだったわね。まあいいじゃない。どうせ冒険者になったらしょっちゅう野宿とかになるんだし、それに比べたら全然マシよね。はあ、おーい、そろそろ出すぞ。はい、それじゃあクーデリアさん、また次に会うのは免許の更新の時かしらね。ドロナが戻ってきたらしばらく町にいるように言っておくから。はい、お願いします。それじゃあまたな、ちっちゃい姉ちゃん。誰がちっちゃいですって。なんで怒ってんだ、褒めてやったのに。全然褒めてないよ。気にしてるのかな。クーデ、こら降りてきなさい。目上に対する口の利き方ってやつをしっかり叩き込んでやるわ。うわ、目がマジだ。兄ちゃん早く出してくれよ。もういいのか。よし、そんじゃ出発。あ、こら待て、待ちなさい。記憶をたどれば気配だけが